ドライアイス洗浄機、こちらですね。ドライアイス洗浄機でこのエンジンのピストンヘッドはきれいに落とせるかっていうご相談がグリーンテックジャパンさんに結構来るらしいので、今日はそのテストをやっていきたいと思います。その前にですね、マツダのディーゼルエンジンのドライアイス洗浄に関する問い合わせが結構グリーンテックジャパンさんに最近来るらしいんですよ。で、今現在全国で14社受けてくださるところがあるということなので、そのリストをこの動画の概要欄にリンク貼っておきますんで、そちらからねご相談いただけたらなと思います。うちはもう近場の方以外受けられないぐらいちょっと忙しいので、ぜひね全国にそういう店舗ありますんでご相談ください。こちら行きます。エンジン、このエンジンがですね、うちの台車のパレットちゃんで、今現在1500キロごとでオイル交換を繰り返しているというピストンヘッドがとても汚れているいいエンジンでございます。で、ピストンヘッドを狙うときにやっぱね、可視点がいいんじゃないかということで、まず可視点を目指します。で、回しててね、見てわかるようにここに、なんだっけ、ワイパーのブレードのワイヤー、なんていうか芯みたいなのをつけておいて、こいつを目安に、お、下がった。だってこれ専用のやつじゃなくてワイパーの棒なのか。ワイパーの棒ですよ。ちょっともう OK かな。この辺ですね。これで一番下っぽいんで、まあね、これ使うと結構楽ですね。ではこの状態で打っていくんですけど、まずこの状態でピストンがどんなもんか、内視鏡を使うんですけど、これは会社のものなのでね、私物じゃございませんよ。プライベートで使いたいといつも思っております。映る、うん、青いけど映る。まあこれね、多分真っ黒いよっていう話ですね。なんかブツブツがいっぱいある。はい、きたね。一応差し込み画像に変えたいと思います。使うのがこちらのノズル、普段使っているステンレスのパイプのノズルではちょっとね、いろいろ傷ついたりとかなかなか問題が出そうなので、こちらですね、小山自動車さんが特にね、ミニとかのインテークが向こう側にあって、でススがすごい溜まるんですよ、ミニって。でそういう車をこうやってインテークポートを掃除するっていうために小山さんがね作ったやつです。でこれもね、実際その後グリーンテックジャパンさんが製品化して売っているものになります。で今回はそれを使って、ちょっとこのね、ホース自体は市販品、一般的なホースになるので、でこいつを適当な長さに切って、こいつを突っ込んでやっていくという内容です。結果は分かってるんですけど、言っちゃうと動画最後まで見てもらえないので結果は最後に言います。よし、あ、抜けちゃった。よし、ここでね、ちょっとこう前後上下させながらで、こうやってぐるぐる回しながらやっていきますね。で、圧は今4キロぐらいにしてあります。いきます。あ、抜けちゃった。ちょっと詰まった詰まって、あ、ドライアイスがなくなった、はい、ちょっと機材トラブルがありましたが、今からやります。よし、いきます。ちょっと回しながら、何にも見えない。回してあげて、この先端がね、もう R がついちゃってるから、これにこれでね、打てる向きっていうのが決まっちゃう。ちょっとうまく回せないかな、手で持ちたくないんだよな。よし、これでいく。で、
ドライアイスって静電気がとんでもないんで、こうやってアースを取りながらやってます。じゃあちょっとこれでね、エアブローして中がどんなもんになっているか。さて、こんな感じです。取れてるには取れてるんだけど、白くなってる部分が2箇所あるね。結論から言うと、ピストンヘッドに対してこのノズルをこう全体に均一に当てるのが非常に難しくてですね、他の気筒で最初練習したんですけど、なかなか前面に当てるのが難しいです。このノズルの当て方とか、もっとね、なんか先端がこうバタバタ暴れてくれるような、そういうノズルをね、なんか考えれば、もしかしたらピストンヘッドの洗浄もいけるかもしれないです。現段階ではちょっとね、完全に綺麗にするっていうのは難しいんですけど、ピストンヘッドの汚れは部分的に落とすことができるという結果でした。